皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、なぜこれにシリーズですね、久しぶりに登場でございます。で、そのなぜこれにもですね、これもう何年ぶりぐらいかなの登場になります。エクストラサイクルのね、ロングテールキットをつけました。これはですね、 KHS のですね、 C250-300 の、コンプリートというかね、うちの方で作りましたよという車両に、ご注文いただきまして、それの整備が終わりまして、試乗ね、しまして、準備 OK ですよという段階での、ご報告となります。こちらのね、お客さんはですね、自転車もかなりね、お詳しくて、自転車を愛しまくっている生活を送って、くださっておりまして、まあね、この手の自転車自体も何台かお持ちになってるんですよね。でも、そのリープですね、これフリーラディカルは持ってるんですけども、あのリープをちょっと持ってなくて、やっぱそのリープがどんぐらいいいんですかねみたいな話になりましてね、そういうことでしたらね、あのコンプリートでありますということで、いろいろ交渉の結果、じゃあもうコンプリートでいきましょうということでご注文をいただいた、流れになります。でそちらのお客さんですね、やっぱその結構ね、古い自転車、ご自分が生まれた頃のですね、ブリヂストンの自転車が好きなんですということで何台もね集まってらっしゃるんですけど、やっぱその最新型ですよね、最新型の規格とか、フレームの素材とか、使われております部品とか、そういったところを考えるとですね、古いのが全然ダメというつもりは元ないんですけど、最新型には最新型なりのやっぱいいのはありますみたいな話にはまあなるわけで、でそれもちょっと試してみましょうということでございました。実際そのリープはね、あのかなりそのフリーラディカルに比べて剛性感が高いと、フリーラディカルができてからもう20年以上経ってから確か世に出てますので、そのね、フリーラディカルが出てた頃は、マウンテンバイクのね、メインの素材って言ったらやっぱあの鉄フレームだったでしょうし、フレームのたわみだったりとかね、それに合わせて、フリーラディカルもたわむように多分できてたはずです。でそれがアルミが主な素材になり、ヘッドもね、スレッドがメインだったであろうものから、このオーバーサイズのね、しかもインテグラルヘッドとかなったし、タイヤもね、650とかね、27.5 とかあります。でこれはもう29プラスも入るようになってますし、でホイールもごつくなってるっていうことは、やっぱフレームにかかる負担も大きくなってるということになりますので、フリーラディカルにね、275の MTB をつけるというのは実はすごく合理的な組み合わせだとうちでは考えておりますので、そういうのをね、コンプリートでご案内できるというのはやっぱ素敵なことなんだろうなというふうに思うわけでございました。で275のマウンテンについてるっていうのはね、あの実はこれタイヤをね、スパイクタイヤに変えれば冬のね、札幌の交通手段としても十分機能してくれるというのは私の方では経験済みです。でそういう使い方もしていただけるだろうというふうに期待をしておるところでございました。で僕もね、ロングテールをだいぶ長く、もう10年以上にわたって乗ってまいりましたけども、ちょっとね、去年から今年にかけてはね、あの KHS のね、タンデム、あの折りたためのやつ、あれをですね、その荷物をたくさん運べるような仕様にちょっと改造しましょうということで2シーズン乗ってはみまして、一応ね、それに関してはね、私の方でもうだいぶいろんなことを吸収できたので、そろそろロングテールに戻したのかななんて思ってたタイミングでね、これに、納車整備後の試乗をさせていただきますと、やっぱりいいねというふうに思います。で荷物ボンとここにいろんなものをぶち込める、でここの上にドンとね、ゴムバンドかなんかで縛り付けたら大概のものを運びますということのね、それぐらいの積載能力がありながら、運動能力に関してはその辺のマウンテンとあんま変わらんぐらいビュンビュン行きますよというふうなところも出せますので、やっぱりロングテールやっぱええなと改めまして思ったところでございました。久しぶりにですね、まだそのリープのフレームまだ持ってますので、なんかにつけてね、久しぶりにまたロングテール生活をやってたろうかなというふうに思わせてくれました。安全運転でね、お楽しみいただきたいなと思います。この度は本当にありがとうございました。